はい、おはようございます。緑茶どよみの若くたいるです。頑張ってできてんです。座る、ここ座れるよ。はい、いや今日の朝の話面白かったね。あれ面白くなかった、ね、みたいな。さっき話すで、そう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 、あの浅草が、そうそう、浅草のリトルシアターに僕ら出てて、その毎朝その出る前になんか一人目の前でやるんだよね。そうで、とある人がそのスピーチみたいにしてて、なんかもうこのままだと人類の食料がなくなっていくからどうしたらいいかみたいな。でそれで、あのこうこうこうでもういろんなあの策考えてもダメで、じゃあ最後に思いついたのが、もう木食っていこうみたいな。で木煮て焼いてあげていろいろしても最終的に出た結論も木無理ってなった。めっちゃ面白くなかったね。面白かった。でもあれだよ。やっぱそうじゃねえか。いや博士。博士の僕いけると思うんです。木。僕いけると思うんです。博士。いやちょっと実験してみよう。いやでしょ。僕いけると思いますもん。だってちょっとやらせてください。ちょっと手始めにちょっと1000万ぐらい。いや2000万ちょっと出してください。いいですか。わかった。ありがとうございます。じゃあちょっと上げて、ダメだな。これ焼いてるのこれダメだ。博士すいません、ちょっといいですか。うん、なんだ。ちょっと木無理です。じゃあ失敗だ。もうめっちゃ面白いね。絶対その会議あったもんね。じゃあ第1回、ちょっと、木食べていこうプロジェクト、ね、すいません、議長の木食べていこうプロジェクトとか議長のスティーブンです。お願いします。あれ海外でしょ、どうせ。あ、まあ海外か。海外だよ。議長のスティーブンです。お願いします。これね、私の奥さんね、これいけます。めっちゃ頭いい人が集まって結局無理だ。でしょ、俺らは死んでるでしょ。それ言っちゃダメ。一番それどういう、死んでるから関係ないよ。それ一番最初言っちゃダメなんですよ。裕福だもんな。朝飯、飯何食ってる朝。俺もう腹減ったんだけど。朝食べない派。いや食べ、いやめっちゃ食べる。あのね、朝ね、あのね、バイト先行った時に、あのザバスのヨーグルトと、あのおから、マイバスケットのおからを便所の中でドラマ見ながら食ってる。便所で食ってんの。食ってる。なんかさ、なんか時間がもったいなくて、行くんだったらもうバイト先行っちゃうみたいな。あ、そうなんだ。なんかその寝るもう食事はもう抜いてでもなんか寝る時間なんか大事、それはわかるけど。フィックン食ってんの。うん、俺もヨーグルトとかスープが多いかな。あのレトルトのね。スープ、うん、俺の人生にスープ出てきたこと一回もないんだけど。え、そう。スープなんかどのタイミングで飲むのあれ。いや美味しいよ。違う、それはうまいさ。いや、あ、朝とかなんか、まあ軽食だよね。優雅だな。クノールカップスープとかでしょ。なんか小学校とかすげえ飲んだわ。クルトン入ったやつでしょ。そうクルトンうまいよ。なんか飽きないんだよ。でもね、なんか化学調味料的な感じすごいね。化学調味料良くない的な体に。もうだし、なんか何の部分が一番なのかが分かんないんだよね、あれ。コンビニ弁当とかよく食べてる。あ、俺ね、コンビニ弁当マジで食わない。え、そうなんだ。食う。コンビニ、いや、おにぎりはめっちゃ食う。あ、俺だからスーパーのマイバスケットで買うおにぎりもマイバスケットだけど、弁当とかそれできたやつ食わない。なんでなんだろう、あれなんかすげえもったいなく感じなんだよな。ケチくせえのかな。え、食うの。弁当、あ、まあ、たまにだけどね。なんか たまに酒飲むときにあれ食うわ。あのセブンイレブンにあるね、中華キクラゲのなんか卵入り丼。知ってんの。分かる。知ってんの。食べたことないけど。やっぱ知ってんの、すげえ。あれなかなかいいよ、あれ。あれすごい、あれすごいいい子、あの子は。カロリーも低いし。そうなんだ。俺結構ファミマ行くんだけどさ、ファミマのなんだっけ、なんとか食堂みたいな。お母さん食堂だ。そう、あれのなんかこうレトルトじゃないけど、もうレンチンするだけでいいみたいな。うん、あれ結構俺食べる。あの鮭とかね。そう。俺出た時すげえ思ったもん。お母さん食堂出た時のイメージキャラクター誰だったか覚えてる？わかる。誰言って？そうでしょ。あ、お父さんじゃんね、もう。まあね、慎吾ママがあれか。そうでしょ、慎吾ママでしょ、それは。慎吾マママヨネーズじゃん。
信号は迷うねえな、マヨチュチュじゃん、うん、慎吾ママだって、慎吾マママヨネーズめっちゃ食ってたよね、うん、めっちゃ食ってたし、めっちゃなんか飲んでたよね、俺覚えてるわ、なんかマヨ、なんか味噌汁にマヨネーズ入れてなかった、え、入れたっけ、入れてた、てか、ね、炒め物にも油の代わりにとりあえずマヨネーズ引きますみたいな、うん、なんかそんな感じのボールをぶん回してた気する、なんかさ、うん、結構前の話なんだけどさ、うん、なんか養成所の時にね、うん、あの同期に、うん、え、どこ、人力車だっけ、違う、渡辺か、うん、渡辺で、うん、目玉焼きに、うん、何つけて食べる派みたいな、はいはい、話になったの、ね、まあ、俺は普通に醤油派とか、うん、まあなんかソースっていうやつもいたの、いるいる全然で、マヨネーズっていうやつって、マヨネーズ単体、うん、あえって思っちゃって俺マヨネーズ、え、目玉焼きにマヨネーズってありだと思う、いや、あの、いや俺はなしだと思う、で、うん、俺も思うんだよね、マヨネーズじゃねえなって思って、なんかあの醤油とかソース塩胡椒はあるけど、うんうんうん、マヨネーズだったらマヨ醤油にしたい、マヨ醤油ってめっちゃ美味しいからね、俺だってちっちゃい頃お母ちゃんが作ってくれたあのハンバーグ狂ったようにマヨ醤油で食ってたもん、毎回マヨ醤油で食ってた、ケチャップいらんいらんみたいな、ちょっとケチャップちょっと下げてみたいな、あ、そうなんだ、うん、嫌いな食べ物ってある、トマト、でもねケチャップは好きめっちゃ、あ、そうなんだ、俺もトマト好き、え、一緒、トマト むずいよねあれ、トマトって俺果肉おえってなっちゃうんだよ、そうだよ、なんだ、うん、かじった時のさ、あの渋谷じゃない、渋谷だ、あれめっちゃ俺嫌で、うん、もう吐いた、いやいや小学校、いや俺もペッてなる、でもね、なんかね今でも無理、キュウリはね、あの食おうと思えば食える、うん、あんまり好きじゃないけど、ナスビも食おうと思えば食えるけど、トマトがどうしてもねちょっと無理、うん、トマト俺も嫌だな、あれ多分遺伝子とかなんでしょ、なんかだってさパクチーのことをさ、うん、なんか結構嫌な匂いに思っちゃう人ってもともと遺伝子が違うんだって、あ、そうなんだ、そう、生まれた時から違うんだって遺伝子が、 DNA 鑑定、そう、なんかの、なんか伊藤家の食卓かなんかで言ってた懐かしい、うん、違うかな、なんかで言ってた、いや、そうなんだよ、トマト難しい、でもね、うん、あれは好き、なんだっけ、ミートソーススパゲッティとか好き、あー、なんかそれは全然別なんだよね、そう、別なんだよ、あれ、全然違うんだよね、うん、ね、納豆は好き、あ、食おうと思えば食えるけど、あの、自分から買うことは絶対にない、そうなんだ、うん、あの、レジ通すことない、今年食った納豆、いや今年食ってないし去年も何だったら食ってないと思うそうなんだ、うん、納豆、まあやっぱ俺今出身茨城だからさ、うん、茨城って納豆じゃん、うん、ミート納豆でしょ、納豆のイメージあって、うん、で、昔さ、うん、発掘あるある大辞典っていう番組あったの知ってる、伊藤家の食卓から発掘あるある大辞典は懐かしすぎるムーブだな、そう、うん、発掘あるある大辞典っていう番組あったじゃん、あった、で確かあれどんな番組だったっけ、俺もね、うん、そんな頻繁に見てないから、うん、ちょっとあんま覚えてないんだけど、うん、まあでもなんか、まあ、まあ別に裏技とかじゃないの、でもなんかでも、まあ、発掘するなんか発見するんや、 なんか食べたらいいみたいなやつだっけ、なんか体にいいの実はこれですみたいなやつだっけ、うん、そうそうそう、ああそうかそうかそうか、でね、うん、それなんだけど、あの納豆の事件知ってる、あ、なんかちょっと覚えてるな、なんか嘘ついちゃったやつでしょ、そう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 、うん、それさ、うん、なんだろう、なんかダイエット、うん、ダイエットで、うんうん、なんだっけ、何するんだっけ、納豆を、うん、お酢、お酢とかじゃない、ごめん、全然違ってた、邪魔してるな話、開けて、うん、なんだっけ、何もつけずに混ぜるんだっけかな、うん、か混ぜて、うん、10分ぐらい放置するんだよ確か、うん、で放置して、でそのまま食うみたいな、うん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 、そうすると、まあ、ダイエット効果があるみたいな、うん、そういうのをちょっと番組でやって、うん、でその特集の翌日の近くのスーパーに全部売り切れ、納豆がね、うん、覚えてる覚えてる、うん、もうそのポップ、チラシのポップに発掘あるある大事件の効果でちょっと売り切れ完売でした、みたいな、だけどその情報実はまあ嘘で、うん、
で番組が打ち切りになったの知ってる？知ってる打ち切りになったの覚えてる。そう、いやあれなんだろう、俺が多分ね、うん、小6か中1かそのくらい、納豆買ったでしょ関君その時。あのね、弟がいるんだけど、弟がめちゃくちゃやって、うん、で1ヶ月やってない、何週間で続けてたの全然痩せねえなってなってて、でその全然痩せなくて、ほんと数日後にその実は嘘でしたみたいななったから関君弟も素直なんだ、うん、めちゃくちゃ偉いね。 でもやっぱそういうのでも信じていった方がいいよね。俺も全然信じるもん、なんか効果でなくてもいいなと思ってる。で俺も結構サプリとか飲んでんだけどさ、なんかあのなんだっけ、マルチビタミン、うん、なんかもうあれサプリとかって考え出したらもうキリないじゃん。そうだ、なんか特殊なもんとか海外の輸入とかもうめんどくさいから、うん、とりあえずなんか適当にアマゾンの売り上げ1位のやつをもうなんか3つ4つぐらい飲んでんの、うん、俺飲むたびにいつも思うの、これほんまに意味あるんかなってでもなんか適当に飲んでるわ。あ、そうなんかアルファリポ酸とマルチビタミンとノコギリヤシとなんか魚のオイルみたいなやつと、うん、みたいなやつなんか飲んでるわ。サプリとこれあんま飲んだことないな。毎回言う、毎回自問自答してるし、後輩と家で飲むときにあのいつも言うもん、これ意味あんのかこれいや分かんないっすみたいな、矢部さん飲んでください、分かんないっす、いやこれ意味あんのかなってすっごい。でもなんかああいうのもなんか逆にこうガッとさ自分で調べちゃうとさ、うん、もうドツボにはまりそうで怖くてさ、うん、調べない逆に気なさそうだ。アミューズメントパークとか行く？え、何？アミューズメントパーク？が遊びに何しに遊びにとかアウトドア派？インドア派？俺、いやでも結構いやいやでも結局今はでも俺らでもアウトドア派なんじゃない結局？え、そう？だってこうやって外にライブ出てるってことはさアウトドアじゃん。それはそれ入れる？これ入れるでしょ。だって本当に本当のインドア派はさ、ちょっとライブとかやめよう、出たくない。いやいや、それはちょっと家でネタ番組見る方がいいわなるでしょ。いや、その、ライブとかはちょっと抜きにしようよ。あ、友達と？友達とか、うん、一人でとか、そういうの、ぐらーっと。あ、休みの日、一人でなんかやることないな、ちょっと出かけようみたいな感じにはなったり。ランニングアウトドアに入りますか、先生？あ、入るね。あ、じゃあ僕アウトドア派だと思います。あと、お酒飲みに出るはアウトドア派でいい。アウトドア派。あ、じゃあ僕アウトドア派だと思います。はい、あんまり一人で家にずっといるってことはないです。あ、そうなんだ、はい、でも家にいるときにはもうガンとして家にいる、もう今日は絶対に出ないというミサオのもとに、あ、もう前日からもう貯蓄、うん、エセックどっち？俺インドアよおいらカラキシのインドアよカラキシのインドアだ江戸っ子だよ。ほんとこういうライブとかいろいろない限りは、うん、外はあんま出ない。セイクはあんま飲まないもんね。そう、飲まない、飲まないんだ。でも飲んでも宅飲みだったりするけど、でもインドアでゲーム？ゲームもそんなしない。何してテレビか、テレビ昼寝。俺絶対昼寝ないと無理だな1日。ああ、でも俺もそうだよ。あのバイト先の時は絶対昼あの1時間の休み30分ぐらい寝る。15分か。ああ、そうだ、うん、絶対寝る。寝ないと無理じゃん。だって夕方寝なくなっちゃうよね。ああ、そう、本当に無理。どこでも寝られる人？あなた。電車ちょっと無理。電車無理？俺ガチでどこでも寝られるんだよね。あ、そうなの。うん。俺椅子座ったまま腐らずに、これ腕組みもこれで寝れるもん。腕組みの普通に座ったポーズで寝れるからね。ちょっとトラックの音が。ああ、まあ外で撮ってるからね。もうありきよ。浅草のね、路上で撮ってるからね。浅草でーす。そう。え、関君、いつもどんな風にして？ちょっと教えてよ、寝姿。俺は仰向けかな。仰向け？ふさって寝る人いるよね。うん、右下がいいとか左下がいいとか。俺いろいろ試行錯誤して、今ツタンカーメン方式ってなってるわ。あの上向いてもうあの胸の前に手を組んでやってんの。そうそう、あれで寝れんだ。寝れる寝れる。なんかそう、俺それね、頭もやもやってきてさ、うん、時間経つね。最初すっげえ眠い時は多分すぐ寝れんだけど、うん、なんか
あもうこんな時間か寝ようって感じの時には寝れなくて、やっぱり仰向けでいろいろ動いちゃう。動い、うん、夏は夏は暑い。最強に絶対に寝られる方法知ってる？分かんない。そんな本はあるのかよ。あるんだよ。俺ね、いろいろ調べて、あこれすごいわ、寝られるわっていう方法を知って、うん、試したら寝れる。何？息を鼻で吸って口で吐く。それを1、2って頭の中で数える。羊じゃん。いや羊じゃない。羊は羊が1匹で頭だけじゃん。じゃなくて呼吸を一緒にその回数を数えるんだよ。ああそうなんだ。で俺冷静に考えてみたら、これ全ての機能をリラックスに使ってるってことに気づいて、うん、他のこと考えれないじゃん、うん、だってこうやって1、2ってやったらさ、この数を数えることで頭はいっぱいになるでしょ。なる。で体は呼吸でいっぱいになるでしょ。雑念全部なくなる。いつの間にか寝てるよ。へえ。すごくないこれ。すごいけど試してみようにはなんない。試してよ。発掘あるある大辞典したんだから試してよ。発掘あるある大辞典したら納豆を試すのになんでこれ試してくんないのよ。いや俺は試してなかった。納豆試してないの？試してよ。いやでも良くない方法で食ってんなと思った。美味しくない方法で食べてんなと。こいつ、うん、ダイエットのために味をおぞなりしてんなと、うん、そうそうそう。タクジュニアが、タクジュニアがいけんな。そうしたらな、ドンキで何か買ったりすんの？ドンキ、ドンキ俺あれナッツ買うわいつも。アーモンドとくるみと、うん、カシューナッツ入ってるやつ。服たまに、服たまに買う。服買うなって。なんでだよ。ドンキ、ドンキの服も意外といいじゃん。嘘。嘘でしょ。寝巻きでしょ。違う。アウター、アウターってかよそ着、アウトドア？アウター、アウター。アウトドア？嘘でしょ。本当に？ユニクロに勝つ？ね、それこそ俺 R1 のさ、あの1回戦の衣装ドンキで買ったの、うん、いくらだったの？2000円しないぐらい。驚きの価格なんだよな。そうちょっと地味めのなんか肌色の感じの服で、すげえ部屋にいるっていう想定のネタだったから、うん、まあじゃあそれダメじゃん。なんで部屋にいるっていう想定のネタなんでしょ。そう、それを変えるから、ネタ中に展開していくから。中から急に外になるからさ。そう、そう、そういう裏切りのためのそういうそういうちゃんと考えてる。ミスリード、ミスリード室内。そうそう、マジ赤コンピューターが。そうウケるね。いや本当だね。そういえば R1 の話してなかったね。どうだった2回戦。俺2回戦は聞いてなかったわ。セク緊張した？俺は1回戦の方が、なんだろうな、会場に着いたらそんなでもなかったんだけど、うん、その日の会場に行く前の朝起きて、うん、その夕方、俺出番が夕方ぐらいだったから。そうだったね、3時半ぐらいだったもんね。そう、うん、そこまでの時間がめちゃくちゃ緊張した。この生殺しタイムね。あこれマジで1回戦が全然反応なかったから、うん、けないだったから、いやもうこれ2回戦もこれ同じ反応だったらどうしようとかって、うん、そういう不安もあって、うん、もうやっぱネタ変えようかなって思って直前にでしょ、うんうん、すっげえわかる。それなんかもっといいネタあるんじゃないかと思っちゃうんだよね、うん、全然わかるね。なんかあれなんだね、まともな判断できなくなるよね。なるなんか変なとこでつまずいたりするんだよ、うん、本当に。いや本当人間でテンパった時あれだもんね、本当変な話、なんか変、なんかわけわかんないことし、なんか俺サラリーマンやってた時に、なんかなんて言うんだろう、サラリーマンでもうめっちゃ昔の話だよ、うん、サラリーマンだからめっちゃ昔なんだけど、その時にさ、あの彼女いるのにさ、うん、めちゃめちゃなんか近場の女の子と浮気しちゃって、でうわすげえなって罪悪感で、なぜか20万の靴買ったもんね。何それ。いやなんか罪悪感で、うわどうしようどうしよう、うわうわなんか変なことしちゃった、まあいいやなんか靴買おうみたいな。ジョン・ロブって20万の靴買っちゃったもんね。へえ。なんか人間って変ななるんだって。変ななった時にこのなんかドキドキをどうやって発散できるかなみたいなんで、なんかこう、あ20万の靴買おうって買っちゃったもん。でなんかコントとかってそういうところからなんか
リアルなもん、うん、あなるほど出たらいいなと思った。でも本当にガチだからね、うん、だから意味ないじゃん。別に20万の靴やったからって別に浮気がバレないわけでもないし、別にバレたわけでもないし、うん、罪悪感消えるわけでもないんだけど、うん、なぜかわけわかんないことしちゃうんだよね。うーん、あーでもなんかすげえ気持ちはわかる。そうそう、冷静な判断もしますよ。そわそわしてな。そう、そわそわ解消テクニックなんかやったの？え、そわそわ解消テクニック、うん、いやこれ俺未だに見つかってないんだよ。俺ものわかんない、うん、あれはちょっとね回避できないんじゃん。俺ビーズ聞いてる。あ、いや音楽は聞いた、確か。何聞いた？ね、うん、西野カナ聞いたもん。もうおかしいだろうが、どういうことだよ。ビーズを分かってくれた戦いの歌で、うん、なんかもっと頑張るみたいな曲あんのよ、うん、西野カナって恋愛なんじゃないの？恋愛ソング。ああいう時恋愛ソングってのよな。合わさらんわ、価値観。いやだって西野カナ、結構聞く？西野カナ。トリセツと会いたくて震えるしか知らん。申し訳ないけど勉強不足です、これは。マジで？うん、何あのベイビーボーイみたいな。それ青山ってやつ。あの違う、あのねだりもあるでしょ。ああ、ね、何聞いたの？何が一番いいの？ね、ちょそれだけ教えて。俺すすあのそれだけ最後に聞いて、それだけ最後に教えて、これ終わろう。俺あと聞いとくわ今度。Go for it っていう曲があるんです。じゃあそれ聞いとくわ。Go for it でも知らないか。Go for it マジですごいよ。歌詞がこっち語って Go for it。 その時俺まだね10代だったんだけど、初めて聞いたの。あの頃は、そうあの頃は10年以上前のやつで、うん、もう俺すごかったもん。この人何者って思ったもん。すごいやつ出てきたと。そう、作詞がもう本人だからさ、もうん、だからなんかもう、え、これ俺のための歌じゃん。うるせえな。お前うるせえな、マジ。え、これ俺に言ってるじゃん。うるせえ、マジうるせえわ。うるさいわ、ずっとうるさいな、さっきから。いや、女の子の気持ちを言ってるんだけど、うん、男の子の気持ちもちゃんと言ってて、殺す、殴りたい。いや、ほんと聞いてほしい。一節、ちょっとどこのパンチラインがいいの？覚えてるとこない？一個でも、はい、例えば俺だったら、あのウルトラソウル本当に好きで、うん、あの本当にそして戦うウルトラソウルとか本当に好き。うん、うん、ね、なんだっけ、これ2番目かな。おはようの一言で終わっちゃう会話、うん、こっち向いて笑ってくれたのに。それ携えて R1 に返せた。うん、そう聞いた。分かった、じゃあもうごほいって聞いとくわ。涙出てきたわ、面白いって。いや本当にこれね、メロディーとかじゃなくて本当に歌詞よ。うん、いやえげつないもん、この人の歌詞。ぐっちぐちくる。うん、うん、聞いてみるわ。じゃあ皆さんもね、刺さりまくった、あれは。ごほいって聞いてください。ごほいってマジで聞いてほしいです。うん、分かった。なんかメールもなんか貼っとくんで、お便りあったらください。DM でもなんか送ってください。あ、そうね、はい、Twitter の DM 開放してます。はい、開放してます。じゃあまた、撮りますか。そうだね、はい、じゃあ以上でした。ありがとうございました。ウケるね、本当に。